はい、皆さん、こんばんちは。まんてんさんです、えー。配信遅れて申し訳ございません。ということで、早速見ていきたいんですが、えー、今回484回、えー、C セットでこういう結果になっております。えー、今回はですね、えー、そう1の桁が、ね、4つ出てるんですけど、ね、意外とね、えー、1の桁4つっていうのは、 そうですね、期待値に対してね、結構な割合で期待値を超えて結構出てるんですけどね、それよりもね、ちょっと今回注目していただきたいのは、そうですね、C セットで、そうですね、まあまあ C セットの傾向としてね、この5の列が出てない、出にくいというので出てないんですけど、C セットに限らず、そうですね、BCD、 まあまあが特にですけどまあまあちょっと5の列が出にくいっていうのもあるんですけどまあ全体的に見てもそのね5が出てないっていうまあ5の列がまあ出にくいっていうことがあるんですけどもまあそれの原因といたしまして、えー、5の列で特にねえっ、ー、と12と。 えー、33が特に、えー、全体的に見てあんまり数字が出てないということですね、えー。特に12なんていうのはその全体の、えー、数字の中で最も、えー、出現回数が少ない数になっておりまして、まあこの辺がちょっとね、あのー、まあ影響してるっていうこともあるんですけど、えー、そうですね。えー、っと今回も、えー、まあまあ12も結構なね、 スパンで出てないんですけど、まああのー、一つね、あの、注目していただきたいのは、この12なんですけど、えー、そうですね、あのー、その、まぁ、あ、一番、あのー、全体の中で数字の出現回数が少ないんですけど、意外とそうですね、えっ、ー、とね、そのスパンですけど、まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、えっ、ー、とね、20回以上を えっと、開くっていうことを、まあまあ今、まあまで1回も、えー、ないので、えー、そうですね、あの、まあ10回からまあまあ20回ぐらいの間のスパンを繰り返してるんで、えー、と、現在、まあまあ16回なってるんで、まあこれがね、えー、ちょっと20回超えるまでに、えー、ちょっとなんかね、10に出るんじゃないかなっていうところがあるんで、まあその辺ね、ちょっと注目していただきたい点です。 えそうですね。えっ、ー、と、来週の、えっ、ー、と、まあ予想ですけど、えー、こちらが全体の予想となっておりまして、えー、こちらが、えー、セットごとの予想となっております。えー、まだね、データ、ね、ご覧になりたい方は <laughs> の、あのね、リンク貼っておきますので、えー、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週、さようなら。